こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日は12月14日、はい、火曜日となっております。ただいま時刻は11時ちょっと前かな、はい、って感じですね、はい、本日キロロリゾートに来ています。昨日おとついと雪が降りました。最高です。めちゃくちゃいい雪になっているので、ちょっとね、がっちり攻めた、ね、滑り見せたいと思います。さあ行ってみよう、レッツゴー。雪がね、めちゃくちゃいいんすよ。ちょうどしっかりと、今まで気温が高かったんで、地ができた上にいい雪が降ったんで、ビシッとね、圧雪かけられてる状態で、めちゃくちゃ気持ちいい、バーンになってます。カービングする人には最高ですね。で、脇にはね、ところどころパウダーが残ってますね。いやー、最高です。超気持ちがいいです。スイッチターンも今日だったらね、何の不安もなく入れますね。そのままぶっ込みます。思わず無言になっちゃいますね、こんな気持ちいいと。いやー、ようやく降ってくれました。今年はね、一発大雪来てからね、それからあんま降ってなかったですからね。これからね、本格的な冬がね、始まるんじゃないかなと思ってね、すごく楽しみになっております。キロロで大正解。正解ですね。最高です。超気持ちいい。あしょ。うわあ。イエーイ。最高でした。はい、 ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。楽しんでください。